ありがとうございました。今日はね、朝から予防接種に行ってきたよ。痛かったです。とっても痛くて、しかも早起きだから眠すぎてうえーって、やだ寒いって思いながら予防接種行ったら痛くて、そんな一日でした。皆さんはどんな一日でしたか？今日はヤンゴローのお渡し会があったね。イオンモールね、普通に行こうかなと思ったんですよ。今日予防接種終わった後何もお仕事なかったから、イオンモールとか行ってお買い物しようかなと思ったら、パセリメールの返信でイオンモールは今日行かないよみたいな、だから大丈夫だよみたいな書いてあるやつ見て、イオンモール今日なんかあったっけって調べたら、ヤンゴローの渡し会、タワレコかと思ったらイオンモールだったんです。あ、よかった、行ってたらもう私も並ぶとこだったと思って、危なかったです。危ねかったです。私ね、タワレコで買おうと思ってて、写真集をオンラインより早く受け取れるかなって、昨日も一昨日も家にいなかったから、だから絶対タワレコ行った方が早いなと思ったけど、昨日も研究生の公演あったし、一昨日は自分の公演あったから、タワレコに行くのはなかなかのね、なかなかじゃないですか、ファンの方が来てる時に行くのはね。だからちょっとまだゲットできなくって、早く見たい。もう見たけどね、リコちゃんが楽屋で見てる時にワーオワーオとかずっと言ってるから、見に行って覗いたんですけど、もう見たけども、ちゃんと手元にゲットしたいと思ってます。もうずっとね、リリーベの日の楽屋でね、ワーオヒャーワーオワーオとか、なんかお尻ワーオとか、なんかずっと言ってて、なんかすごいワーワーしてたから、私もワーワーしたいと思います。こんばんは。楽しみ。ギフトいっぱい来てる。ありがとう。カードリさん、エビフライ、シュンさんお疲れ、スプマンテさん10、大吉さんハート、ウラベさん10、スプマンテさん10周年クマ、カズノシンさんかわいい、パイノミさんペロペロキャンディ、ヒーさん、コージさん、クワドリさん、カズトモさん、エビフライ、ひまわりサイタさん、ゲームギフト、アンバさん、シルクマ、サユッチョさんお疲れ、カズノシンさん、アイタカさん、カジノフォンテンさん、ハート、クロさんお疲れ、しんちゃんさん10、ジンナイさんお疲れ、エビフライもありがとう、シュンさん10、カメさん、エビフライ飛行機、岡地屋さん、コウさん、流星さん、陣内さん、10、ありがとう、カズノシンさん、スイーツありがとう、ヒロッチさん、エビフライ、ゼータもエビフライ、シュンボウさん、エビフライ飛行機、クックさん、10、キヨニーさん、なんだ、あれ、クラッカー、台湾ジョジョさん、ラブレター、マモルさん、シンさん、10、山猫坊主さん、アイスレモンさん、10、ありがとう。ありがとう。ゼータエビフライ。カズヤさん、クラッカー。アキモさん、お断り。ジュンナイさん、ハート。カメさん、シロクマ。アルテミスさん、エビフライ。モリモリさん、タケシさん、ハート。勝負キュア、パムボールさん。花束とバラ、ありがとう。ミキヤくん、エビフライ、ありがとう。マコバヤさん、ハート、ありがとう。ミッチーお断りです。アシーさん、マコバヤさん、エビフライ、ミッキー10周年クマ、マジさん、エビフライ、テトリスさん、エビフライ飛行機ありがとうございます。今日はもういつもの休みの日あるあるの、ここだけメイクしとけばいいやでなので、あんまり近づけません。髪も何もしてません。今日ニット帽かぶったら髪の毛ぺちゃんこになっちゃいました。ペチャペチャです。
パーカー可愛いでしょこれ。ちょっと思ったよりフードがちっちゃかったです。可愛いの、袖にも柄がついてて、とっても可愛いパーカーを着ています。ロゴも可愛いし。でも寒かったです。予防接種に向いてる服が分かんなくて、肩が空いてる服もなかったからどうしようと思ってパーカーにした。さんちゃんだよ、10ありがとう。こんばんは。ガトーショコラさん、エビフライありがとう。やっほー、こんばんは。私かい、私かいの衣装何だったんですか。なんかめっちゃ X でさ、お楽しみにみたいなの書いてたけど、衣装何だったの。313エビフライありがとう。こんばんは。一番向いてないかな。でもめくれたから大丈夫。あの袖がこうやってめくれる服がいいなと思ってパーカーにした。なんかタイトなニットとかってさ、めくれなかったりするじゃないですか。ちゃんとめくれたよ、ほらめくれたから大丈夫だ。イエイ。ドレス着てたの。ドレスみたいな、ワンピースみたいなやつ。おたけさん、だるま、おっさん、ラブレターありがとう。ありがとう。もう痛くないけど、あ、触ったら痛いけど、何も意識しなかった。痛くない。今は痛くない。でも打つときめっちゃ痛かった。今日病院行ったらうなおながいて、メンバーっぽいなと思ったらうなちゃん出てきてでいつもそこの病院で毎年してるんですけど、そこの病院はあの予防接種で注射した後は10分ぐらい待たんといけんかったんよ。でいつものようにお互い待っとったら先生が出てきて、え、もう帰って大丈夫ですよって言って、え、もう帰っていいんですか。え、でもいつもなんかあの様子、体調の様子見みたいな感じで残らないといけなかったけど、あれって、残りたいなら残ってもいいけどって言われて、いや帰りますって言って帰って、帰ってきてたらなんと空は晴れてるのに急に雨が降ってきて、もう髪の毛ビチョビチョなって、服もビチョビチョなって帰ってきた。今日は踏んだり蹴ったりです。やだわ。あ、コロナのやつか。コロナのワクチンが、なんかアラームが鳴りましたアラームが鳴って止まっちゃいました。こんばんは、どうも。今ねテレビついてて、つけっぱなしで来てしまった。コナンついてる。こんばんは。ふうきさん、10ありがとう。10インフル、インフルめっちゃ痛い。なんか入ってくるって感じがした、薬が肉に、筋肉に。あー来てる来てるって思いながら耐えました。怖かった。トシさんありがとう。アルさん10ありがとう。幕張の握手会、今日幕張だったのか。寒い中、寒くなかったかい。何明日の、何明日の、何何、星星、何星。コウジさん、飛行機、千本桜さん、ハート。あ、明日のアンパンマンね。やばい忘れてた、アンパンマンね。オッケーオッケー、録画しますよ。ジャムおじさんね、広島のみんな、明日の朝ジャムおじさん会だから忘れずに。めっちゃ忘れてた。そうじゃん、じゃあ配信終わったらするわ。ちょっと立ち上がるの今ちょっとめんどくさいようになっちゃったからめんどくさーってなったからちょっと後でします。忘れるやつやこりゃ。ジャンボハーゲンダッツ、
食べてみたい。今日のパセリのアイスはあのチョコモナカジャンボの増量のやつと、あとあれビエネッタのカップです。でも今日はなんと毎年恒例のもう4年連続恒例のあの高校の時のお友達がアイスを誕生日に送ってくれるんですね。大量のアイスを長崎にあるアイス屋さんの、アイス屋さんっていうかなんて言うんだろう、工房みたいな、お野菜もあるしフルーツ狩りもできるし、あのソーセージも腸詰めの体験からできるみたいな、すごいすごい工房みたいなところがあって、そこの素材を生かしたフルーツとか野菜とかのアイスがあるんだけどもね、ジェラートとかがあって、それを毎年送ってくれるんですよ。それが今日あの来るのでアイスしばらく困りません。でも冷凍庫も入りません。冷凍庫今冷凍のほうれん草でいっぱいでちょっと入らないです。やばい、食べなきゃ今日中に。和友さん10ありがとう。コージーさんエビフライ飛行機、ワワウさんエビフライ飛行機ありがとう。ケイスケさん10ありがとう。ほうれん草、あと来週にはあのショールームの海鮮ギフトが来ます。海鮮ギフトで注文したですよ、ついに。先月ぐらいにここの配信で相談した海鮮ギフト、結局あの海鮮丼にしました。だからそれも来るから2食分来るよ。それはするとアイスが10個ぐらい来るんよね今日。カップのアイスが10個ぐらい来てちょっと困ってます。冷凍庫が小さすぎて。冷蔵庫より冷凍庫大きい方がいいな私。そう、いよいよ来週来ます、楽しみです。ひりやすみさんハート、しんいちさんお疲れありがとう。バクバク、お、タムの学校の学祭に行ってきました。私も行けばよかったな。タムコもおめでとうって連絡くれました。ありがとうタム太郎。ゴンベンさん10周年クマありがとう。キノコの里、何キノコの里って、キノコのは山じゃない、キノタケノコ、キノコの里混ざってるよ。え、どういうこと、どういうこと。5時やばいよ、キノコの山過激派に攻撃されてしまう。しんいちさんエビフライ飛行機ありがとう。こんばんは。ほうれん草はね雑炊に使うから消費するわけにいかないんですよ。消費したらまた買うからダメなの、消費しちゃ取っとかないといけない。どちらかというとアイスを消費せんといけ。ほうれん草は常備しとくやつです。冷凍の業務スーパーで買ってるやつ。中田田さんお断りです。千本桜さん飛行機ありがとう。来月の公演久しぶりに高崎彩子が揃う。嘘本当嬉しい。全然見てなかった、自分の名前だけチェックした。え、超久しぶりじゃん高崎彩子揃うの。高崎彩子の収録が一生ないです。もしかしていつの間にか終わったかもしれん。長女から来月の誕生日に入籍する報告受けました。わー、おめでとう、おめでとうございます。来月12月ひえー、長女同い年じゃなかったですっけ私と。しんいちさんお断り。入籍報告があったけどパセリはお断りですよ。
パセリは報告しませんので。麦田ピッポさん10ありがとう。こんばんは。ストチャで見たありがとう。さとこさん飛行機ありがとう。まだ美穂の代わりにパセリが横浜来るんじゃないかと思ってます。残念、昨日パセリレッスン参加してないわ。昨日名古屋でレッスンあったらしいけど参加してないですね。残念。出たかったけど、ストリーは知ってるんだけどレッスンしてない。残念です。しかも20日ライブの日は別のお仕事あり。昼寝して1日終わりました。あー、損した気持ちになるやつや。でもいいんだよ、休みの日ぐらいゆっくりしようね。そちらで見てくれてありがとう。この時間は何配信？これは夜配信。人によるよね何配信。これはもうパセリ夜ご飯食べて眠たくなったから寝落ちする前に配信しちゃおう配信です。もうあのね、睡魔が赤ん坊並みに弱々だからすぐ来るんよ。ご飯食べたら眠くなるんですよ。だから早めに配信しました。でも宅配便受け取らんといけない、アイスが届くから。お、生誕祭アーカイブ見ます、よろしく。見てね見てね見てください。バンジーは飛ぶ前の方が長かった。もう行けます、もうすぐ行きましょうって言った私が待ってたけど、向こうの和集山のスタッフさんと瀬戸チャラのスタッフさんで、あのここのちょうちんあんこみたいなカメラをつけるかどうかでずっと話し合ってて、そちらのスタッフさんは表情を撮りたいからつけたい、でも和集山スタッフさん的にはこれがバウンドした時に顔に当たって怪我しちゃうから良くないって言って、あの飛ぶ時もこれが顔にあるとガーンってぶつかるから自分の体で怪我することもあるし、そういう器具をつけてると怪我しちゃうからって言われて、それでさ怖さがさ、その時私登る前は怖さゼロだったんですよ。いや行けるんじゃないと思って、まあ、下から見る分には誰でもね余裕ぶっちゃうもんで、いや行けるやろとか思って早く行きましょうぐらいの感じだったんですけど、そこでいろいろ怪我しますよとかの注意事項を受けてる時にだんだん怖くなってきて、登っていくうちにだんだん怖さピークになって、で上に立っていざつま先を出さんといけんかったよね飛ぶ時。その時に待ってもう無理無理でした、無理だったね。いや行ってみてほしい、あそこに立ってみるとだいぶ違います。ケンケンエビフライありがとう。ソーリーさん10ありがとう。代わりに飛ばせてほしいです。どうぞ、託しました。託したよ。そう、上が網目になってるし、しかも誰かが歩くと揺れるの、あそこ。風も強いし、揺れるんですよ。カメラマンさんとかが先にこう行ってるわけじゃないですか。カメラマンさんがいて、ちょっと立ち位置入れ替わりましょうみたいな、なった時に、一回その命綱のフックを外すんよ、カシャみたいな。その時に揺れるのみたいなってなって、で下から沖さんがパセリ頑張ってとか言ってるけど、いやもうおしめにそんなこと言われてももうこっちは命かかってるから無理やと思って、無理でした。怖かった。パセリに後ろから蹴り落としてもらいたい、最悪そこで壁出されてもね
メロンのあそこさん、ペロペロキャンディー、しんいちさん、10ありがとう。怖かった。千穂さんの時はどんぐらいで飛んだんですかって聞いたら、千穂さんの時は本当にあのロケ時間がなさすぎて着いた瞬間飛んだらしい。着いて飛んですぐ帰ったらしくて、なんかもう怖がってる暇もないぐらいに、もうそういうのじゃなくてもうただ着いたら飛ばなきゃみたいな感じの雰囲気だったからすぐ飛んで帰ったらしくてそれはそれで怖くないですかね。そうなの。でも千穂さんの名前書いてなかったんですよ。和集山の入り口にバンジージャンプを飛んだ芸能人一覧があるんですけど、ココアさんとかトロブさんとかの名前はあるのに千穂さんのなくて、飛んだのになくて、そういろいろ山本さやかさんとかいろんなあのお笑い芸人さんとかの名前もあったんだけどなかったんですよ。そう、名前が書いてもらえる。そう、でも千穂さんが飛んでくれたおかげで、あの映像千穂さんで、ね、こんばんは。いやでも、もうちょっと、もうちょっと忍耐力みたいな、そういう恐怖心が吹っ切れたらまた挑戦したい。ストーチのミニマロンさん、白クマありがとう。リリーフありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また来てください。もうあのレーンはないかもしれないけど、また来てください。待ってます。後輩が飛ぶことになったら何とアドバイスする？そうですね、無理せずって、無理せずねって。いや、そう、あのロケ、私さ、あのロケが決まって、決まった後にバンジーとパクチー行けますかってマネージャーさんから連絡来て、いやどっちもちょっと苦手ですって言ったんですよ。マスカットは大好きなんですけど、沖さんはさ、フルーツ苦手じゃないですか。だからお互い何かしらちょっと苦手なものがあるっていうロケで、でも楽しかったですよ。パクチー美味しかったもん。パクチーを食べたんだけど、あのバンジーを飛んだらご褒美でパクチー食べれるみたいなロケで、でもさ、私さ、だからバンジー飛ぶ時もパクチーそんな好きじゃないから、いやバンジー飛んでもパクチーこの後ご褒美グルメやなと思いながらでも美味しかったです。あの岡山パクチーっていう、岡パクっていうのが癖をなくしてるパクチー、まあちょっとあるけど、あのパクチー独特のカメムシ味みたいなのがめっちゃ抑えられてる、研究を重ねて出来上がったパクチーで、でパクチーの根っこも食べたんだけど、私はパクチーの根っこがとっても好きでした。天ぷらにして食べたけど美味しかったです。パクチーなんかね、すごかったよ。なんかモヒートみたいな、パクチーモヒートみたいなやつ飲んでました。学天足さんが横でずっとお酒飲んでました。間に挟まれてて、私二人に挟まれてて、二人両隣でパクチーのお酒飲んでて、私は黙々とパクチー料理をたくさん食べました。美味しかったです。おすすめです。なんかね、ロケで行ったお店がその提携店、おかパクの開発した方と提携してるみたいな感じらしくて、そう、パクチーもパセリもね、セリ科の植物なんですよ。だから仲間意識はあるけど、ちょっと癖強くて普段は食べないけど、
やっぱロケとかで食べるとね、いろいろそういう癖をなくして食べやすくしてるじゃないですか。よく芸能人が言うじゃん、テレビで苦手だけどこれは食べれますって言うじゃないですか。私もそれを見るときは嘘だとか思っちゃうけど、食べれました、実際にちゃんと食べれたから。テレビとか嘘だと思うことも意外と嘘じゃないかもしれません。まあでも疑う心は大事です。何でも疑いから入ることは大事です。ゆうぴょんありがとう、ハート。しんいちさんハートありがとう。みつさん10、みきやくんハートありがとう。今日の顔、いや今日はもう目だけだから、目だけメイクだからあんまミントってください。ミントってあ、そう、マイキューさんとリネタンが1年2年前ぐらいに紹介したパクチー、それです。そう、岡山パクチー、岡パク。でも岡パクのゼリーは、岡パクの料理はえめっちゃ美味しいと思ったけど、岡パクのゼリーはやっぱパクチーでした。めっちゃパクチーだったの。あのね、リコチにあげたんですよ、ロケの帰りにゼリーもらって。でゼリーかと思ってリコチにプレゼントしたら、リコチがあのお仕事現場に東京まで持ってきてくれて、一緒に食べようよって言って食べることになっちゃって、食べてみたけどやっぱゼリーはちょっと癖が強かったですね。マネージャーさんとかにいっぱい入ってたから配って食べた。葉っぱが、なんか葉っぱの食感があった、葉っぱの食感、ゼリーの中に葉っぱがいっぱい入ってて、そう。でも根っこ食べてみてほしいです。あとね、あのお好み焼きみたいなやつとかもソースとの相性良かったから。でもこれも人によるのかもしれない、相当パクチー無理な人は無理なのかもしれないし、パクチーがめちゃくちゃ好きって人は物足りないかもしれない。私はちょうど良かったです。行ってみてください、岡山。よろしく、行ったら報告してください。根っこはね、なんか人参とかさ大根とかも根っこを食べるじゃん。それと一緒でパクチーは人参でいうあの葉っぱらしい。だから根っこも食べれるんですよって言ってました。根っこ、むしろ根っこがメインですって言ってました。え、そうなのって思ったけど、他の野菜の例え聞いたら確かになと思って。何でもそうじゃないですか。遺伝子で決まってんのパクチー。じゃあ私の家族無理家族だ。お母さんも無理だもん。家族でパクチー食べた人多分いないもん、食べれるよって人。じゃあパセリの家系は無理家系だ。だけど美味しかった、根っこ、根っこ推しです。私こんばんは、マリオ2さん、エビフライありがとう。ジロくんお断りです。岡山ね、私ね徳島のグルメでめっちゃ気になってるやつがあって、雑炊。この前徳島行ったんですけど、これの撮影で、その時に雑炊事前に調べて行ったんよ、徳島の名産物とかこのロケに向けて。そしたら雑炊が有名みたいな、スクショしたんですよね。出てくるかな、なんて名前だったかな。そういうなんかさ、特産物をたくさん食べてみたい。私なんだったかにゃー、あ、これです。これそば米雑炊、そば米雑炊食べてみたい。徳島の郷土料理らしい、めっちゃ美味しそうなんです。もう私が超好きそうな
椎茸大好き、ネギ大好き、人参、こんにゃく、もう具材が煮物と同じ具材でめっちゃ美味しそうだから気になってます。いつか、あのね、これ食べてみてほしい。徳島行ったらこれ食べてください。5800円のくるくる大渦海鮮絶景丼食べてほしいです。これ5800円払って食べる価値あると思います。美味しかったです。これ食べたんですけど、あの5800円払えるよって方はぜひ食べてみてほしいけど、一人じゃ絶対に無理です。4人でも無理だったから、マネージャーさんとかも食べたので一緒に、ちょっとぜひ、すだちも乗ってます。そう、メンバー4人で最初食べて、でもその前にお昼休憩でね、お昼休憩で全然また別の道の駅に寄ってみんな海鮮丼食べたんですよ。その海鮮丼もなかなかボリューミーで、もうお腹いっぱい、腹12分目ぐらいのボリュームのすごい海鮮丼食べた後にロケでこのデカデカの海鮮丼5800円を食べることになって、いやこれ失敗したなって、絶対昼は違うメニューにするべきだったなって思いながら食べました。で美味しかった、めっちゃ美味しかったの。でもお腹の容量がちょっと難しくてコントロール効かなくて、だから誰かパセリの敵討ちをしてください。おすすめです。何が入ってるかっていうと、ここになんかね、表と裏で違うんですよ。だからこの裏側にも別の種類の魚とか乗ってるから飽きないと思います。うん、ぜひ誰か行ってください。ナルシさん、ペラペラキャンディ、ヨシヒロさん、ジュウ、シンイチさん、ダルマ、ありがとう。ぜひおすすめ、うちのおすすめグルメ。でも普通のサイズのもありましたよ。こんなでかくないのもあったから安心してほしいです。ぜひ行ってね。ネットで調べたらいっぱい出てくると思う。私ね、クルクルナルトっていう場所に行ったんですけど、これもう1年以上前から行きたいって言って、ショールームでも勝手にメニューを見て、これ食べたいこれ食べたいとか言ってたぐらい行きたかった場所だったんですよ。だから今回ロケで行けてめっちゃ嬉しかった。あ、普通のやつもあるよ、ほら普通サイズもあります。普通のでも結構ボリュームありそう。普通のは800円とか890円とかであるから、へー5800円も払えないよって人も聞いちゃう。唐揚げもソースカツ丼もステーキも親子丼もあるし、味噌汁も伊勢海老わかめ汁もうどんもラーメンもあるから、もうぜひ行ってほしいです。ここはテーマパークかと思いました。本当に楽しかったんですよ、本当に楽しすぎたの。ワクワクする。お土産コーナーもめっちゃ豊富で、もう時間内に見切れなくて、でロケ中にさ、レジが閉まったんですよ。だからレジが閉まる直前に滑り込みで、すいませんちょっと空き時間にお土産見てきますって言って普通にプライベートの買い物をしました。プライベートで普通に買い物して、でその後すぐ閉まっちゃったから帰り際は買えなくって、ジップライン乗れてない、乗れなかったです。クロさん、ジュありがとう。あ、そうプリンとかもある。そうそうそう、パセが買ったお土産はちょっとお土産お揃いしたい勢がいるかも。だからパセが買ったお土産はね、どこだ、これです。これを買いました。ナルト金時キャラメルドーナツ買いました。これはでも自分用じゃなくてソラハさん用に買ったから、私は
胃袋には収めてないんですけど、あとこういうのもあったよ。 UFO キャッチャーでタイをUFO キャッチャーなんかタイがあって、これをあのゲットして、このタイをゲットしたら景品と交換できるよっていうやつとか、なんかいろいろありました。これ食べたかった、すだちサバの丼。めっちゃ良くないですか、もうこういうのとか。これ食べたかったやつ食べれたんですよ、安住と一緒に食べたの。嬉しそう。たい焼き好きな人は絶対これ、田村夏樹は絶対これは食べてほしい。ソフトクリームに乗ってんの。幸せそうな顔してます。 BD マンさん、クラッカーありがとう。みんな行ったら報告してくださいね。これこんなんです、こんなでかさ、こんなでかさ、結構でかいの、結構でかいの。伝わるかな、絶対伝わらないけどでかいの。そう、報告でした。以上 STU ウォーカーのロケ報告でした。他のやつはぜひ紙面を見てください。そう、でっかいの。遅ればせながらハッピーバースデーありがとう。また年を取ったよ、元気に頑張るよ。ヒゲジーしんちゃん先生、クラッカーありがとう、ありがとう、お祝いしてくれてありがとう。こんばんは、もう7時になる。どうしよう、今日もうね、夜ご飯食べて眠くなったから配信を早く始めたものの、喋り出したら止まんなくなっちゃう。しんいちさん、バラありがとう。僕は14日が誕生日でした、おめでとう、ハッピーバースデー。サソリ座、お風呂はまだこれからです。やん、そう、晩ご飯後でもまだ肉は食べてないの、ゆで卵だけ食べました。これから晩ご飯途中です。でも晩ご飯を終わらせるともっと眠くなっちゃうと思ったけん、途中で中断して配信してる今。明日英語の試験あるので応援の一言が欲しいです。頑張って英語、私は英語が喋れないから英語喋れる人とても素敵だなと思います。頑張ってください。英語難しいよな、頑張ってね、体調にも気をつけて頑張って。こんばんは、肉、肉は今鍋の中にいます。八つ橋まみれ、え、八つ橋、シナモンのないやつやったら八つ橋私が食べるよ。としさん、ハートありがとう。今日のご飯は手羽元のさっぱり煮です。煮込むだけです。鍋に手羽元入れてポン酢と水を1対1で入れて煮込むだけの簡単料理。あとゆで卵作って、ゆで卵ぴょんぴょんって入れて終わり、簡単楽ちんご飯です。おばあちゃんに送ったらめっちゃ褒めてくれたおばあちゃんめっちゃ褒めてくれたけど超簡単。
ばあちゃんも今日たまたま手羽元食べたよって言ってました。めっちゃ寒いらしいです。長崎も広島も超寒いけど、広島今日なんか雪降ったって言ってました、看護師さんが予防接種中に看護師さん同士が喋ってて、今日山の方は雪降ってるらしいよとか言ってたから、へえと思いながら打たれてた。情報の仕入れ先、病院の診察室でした。しゅんさん、ハート。みきやくん、エビフライ。かいとさん、エビフライ。ありがとう。雪。ちょっと雪はね、去年のクリスマスコンサートの朝に雪ですっ転んで、朝にもうでっかい、人生で一番でかいあざができてしまって、膝に。で、泣きながらとぼとぼと痛い痛いって言いながらとぼとぼと帰ってきて、でクリスマスコンサートに行って選抜になるっていう、運がいいのか悪いのかよくわからないような一日がありまして、ちょっと雪は怖いですね。恐ろしいですね。めっちゃ痛かった。人からの視線もだし、周りの視線も痛いし、膝も痛いし、寒いから手もかじかんでるし、すっごい痛かったので気をつけてください皆さん。本当忘れられない一日になりました。あれはどこで転んだかも覚えてるもん、あの道っていうの。痛すぎて根に持ってます。嫌です。今年はもうあんまり雪大丈夫です。でも北海道は行ってみたいですこんな舐めたこと言ってるけど、多分北海道行ったらもう寒すぎて凍えて出れない気がするな。ずっとホテルとかにいるんだろうな。たかしんさん、エビフライありがとう。その道警戒してる。晴れてる日も夏でもその道は警戒して通ります。根に持ってるからね。テキサスのロンスターさん、エビフライありがとう。今年はクリスマスコンサート4公演あるので、皆さんちゃんと予定開けといてください。どの日にどの演目があるかとか、どんなことをするのかとかはまだ未発表なので、とりあえず2日間空けといてほしいなって思ってます、私的には。2日間空けて、で詳細が発表されたら多分もう受付も始まるから、とりあえずスケジュールと企画をしといてもらえたらなって思います。ぜひ来てほしいです。ジロ君、エビフライありがとう。沖さんに雪だるま作ろうって言われたら行く？沖さんは絶対に言いません。なぜかっていうと寒冷じんましんが出ちゃうから。だから一緒にぬくぬくします。あったかい部屋でぬくぬくね。楽しみですよクリスマス。いつ発表されるんだろうね。みんなもさ、遠くから来たりする方とか、お仕事ある方は昼にするか夜にするかとか結構悩みどころだよね。どういう内容かによってまた変わりますよね。ね。そう、ブルーライブなんですよ。そうなのよ。イブの夜は予定がある、かっこ仕事。ああ仕事か、仕事には勝てないな。仕事が本命やからな。やっぱ仕事のおかげで推し活できてるから仕事には勝てないんですよ。私は2番目の女。いや私が1番かな。私に会うためにお仕事も頑張ってると思ったら私が1番なのかもしれません。予定がない。ジャパセリって予定を作りましょう。私も予定はクリスマスコンサートしかないから、みんなと会います。神代さん、白熊ありがとう。
2番目、5番ぐらいまでならいいですよ。当選祈願、確かにね、ブルーライブだとどうなるかねって感じよね。当選確率とかどうだろうね。ブルーライブはこの前アーナの卒業公演で行ったけど、寒いから気をつけてねみんな。海辺だからめちゃめちゃ寒いです。超寒いですよ。もしクリスマスの時とか来て、寒いもう待機できない、早く来すぎてグッズのために早く来たけども待機できないと思ったら、ちょっと歩いたら夢タウンとかあるから、そういうとこ行ってぬくぬくしてください。ダイソーもあるから、あと島村もあるから防寒グッズは買えます。そこでやばい薄着で来てしまったみたいな人がいたら、もうそんなおっちょこちょいな人いないと思うけど、もしやばい半袖で来ちゃったよみたいな人いたら、全然島村で買えばいいと思います。ぜひ、うん、結構歩くけど、近いっちゃ近いけど歩くっちゃ歩くみたいな距離にあります。ちょっと距離あるね。確かに私的にはないけど、みんな的にあるかもしれません。テキサスのロンスターさん、だるまありがとう。あとはね、あのね、カフェもある、パン屋さんもあります。あとは雑貨屋さんも隣にあります。とっつぁんエビフライありがとう。でもカフェもさ、クリスマスだから、もしかしたらみんながよし寒いからカフェに行こうと思って入ったら、もうカップルたちがデートで使っとるかもしれんから、そしたらみんなもう座れんから、だからダメです。諦めて夢タウンに行ってください。肩身が狭い。じゃあもう堂々と居座るか。何があるんだろう、あの辺、あの辺何がありますか。何があるかな。サイゼ、サイゼあるよ、夢タウンの中に。サイゼいいんじゃない。あとたこ焼き屋さんもあるよ。あそこたこ焼き一番みたいなやつある。リンガーハットもあったんだけどね、なくなっちゃいました。悲しい。あ、コーナンがある。そうね、コーナンあるけど、え、コーナンで何買うよ。遠征中にコーナンの前にたい焼き屋さんがあります。あ、びっくりドンキーあります。皆さん、びっくりドンキーとあのココイチあります。でもそんな長いはできないよね。この辺で暖を取れる場所、そうだな。 あディオがあります。ディオ、激安スーパーディオ、激安業務スーパーディオ、この前ソラさんと言ったやつありますよ。現金しか使えないから注意です。ここは現金が足りずに徒歩何分かのコンビニまで歩きました。ディオ宇品店。確かに港南ならすっごい防寒できるやつありそうだね。本当だね。広島港もあるけどさ、きっと寒いよ。あ、かき小屋があります。みんな広島港のところにかき小屋がある。だからかきを食べて温まるってのもありかもしれん。ありかな。そこまで行くの寒いかな。でここはね、はま寿司もくら寿司もあるよ。焼き肉キングだってあるんだから。うん、おすすめあります。あの宇品じゃなかった、宮島、宮島のとこに本店があって、私も行ったことのあるパンケーキ屋さんが最近宇品にオープンしたんですよ。でここ多分アンピーとか行ってて、
アンピーとね3期生が一緒に行ってたりしてた子だから、ぜひカフェロブです。ここのアイスめっちゃ美味しかった。あ、確かにここのカップルいそう。本当じゃん、みんなみんな一体どこへ行ったらいいの。めっちゃ美味しかったんですよ。このチキンの乗ってる、チキンとパンケーキが乗ってるやつ食べたけど、しょっぱいのもあるとやっぱねいいよね。甘いしょっぱい、甘いしょっぱい、やっぱ夢タウンや。それかもうブルーライブついてやばい寒いって思ったら目の前にいる人とカップル成立していくしかない、デートするしかない、それもいいかもしれない、カップル成立。あと私が前におすすめしたことのあるロースタディーカフェみたいなやつ、ロースタディーカフェノートのワッフルおすすめです。あ、だみんなあれはダメで、女オタオタはダメだからね、女オタオタ禁止です。あのね写真あるかな、めっちゃ美味しいカフェがあってね、あ、そうだった、カフェはダメなんだった、あごめん、さっきからカフェばっか紹介して、そうだったね、カフェはカップルが多いから他を探そうって話でした。はい、ダメでした、本当じゃん、もうずっと振り出しに戻ってるわ。何、あ、コメダがあるよ、みんなコメダだったらどう。コメダと丸亀製麺ある、どうよ、どうですか。もう本当に寒いって時、あとメガドンキホーテがあるから激安で防寒グッズ買える、あとマックもあります。マック、コメダ、丸亀製麺あったらもう結構勝ちじゃない。あと浜勝もあるし、あ、エイト麺、エイト麺ってやつ美味しいって言ってました、ラーメン大好きソラハさんが。エイト麺は魚介豚骨なんだけど、サンマが乗ってるサンマラーメンが有名って言ってたよ。エイト麺、あれサンマ乗ってなかった、サンマの出汁ってことなのこれ、サンマラーメン。あとエニタイムフィットネスがあるって書いてるよ、ジム行くのもありかもしれません遠征先で、遠征先でまあジム行ってもいいかなって思います。寝袋持っていけば海辺に転がってても寒くない。ねえ、虫眼鏡じゃなかったんだけど、豆電球マークついてるけど、明暗だじゃないよ。あ、ランニングね、確かにランニングしたらいいかもしれん、この海辺の公園とかいっぱいあるから、海辺をランニングするのもありだし、宇品港とか行ってあのアーシャの撮影場所とか見るのもありかもしれないし、まあ何でもあるきっと。あと路面電車通ってるから駅でまったりしてギリギリに来るってのもありです、超大ありです。あれですよ、みんな駅から来る途中に、駅からね宇品港行く途中にね NV の撮影地があるんですよ、広島市現代美術館があるから、ロケ地巡りに行くのもあり、美術館を普通に楽しむってのもありです。超大ありだね、途中下車して楽しんでから現地に来て遊ぶじゃない、ライブ見るってのもあり。それかもうフェリーに乗って江田島行っちゃうってのもあり、江田島の聖地巡礼もありだし、もうそっから江田島じゃ物足りないと思ったらもう飛び出して愛媛まで行っちゃうってのもあり、
愛媛の松山港まで行っちゃうって名前、ちゃんと帰ってきてこれるならライブまでに間に合うなら、うん、超満喫するって名前あり。あ、確かにココアさんの MV 撮影地行って自販機で買ったらいいと思います。本当だね、そうじゃん、ココアさんのやつ。あ、そうそう、現代美術館の下イオンがある、イオンあります、ダンバラ映画館もあるよ、そこ。本当に早く来すぎたと思ったら映画を見て、銀だこもあるじゃん、ここすごっ、サブウェイもあるって、全国どこでもある、素晴らしい、ぜひ満喫してください。私がこの前配信で紹介したさ、ペンギン、ペンギンって名前だった、ラーメン屋さん、めっちゃメンマが長いって言ったやつ、メンマの長いラーメン食べたよって言ったやつ、ペンギンでした。ペンギンも頑張れば近いと思います、ぜひ行ってください。パチャン、親戚の家がある、じゃあ親戚の家に行くのもあり、パセリン家に来るのはなし、それはなし、ごめんけど私は暖房つけないタイプだから、来ても寒いから、ちゃんとあったかいとこに行くんだよ、みんな風邪ひかないんだよ、いいかい。メロンのあそこさん、クラッカーありがとう。そう、ペンギンだった、名前忘れてたなと思ったけど、この前確認したらペンギンでした。でもクリスマス空いてるかは分かりません。僕も暖房つけないタイプだからちょうどいい。やばい、来ようとしてる、やばい、じゃあ暖房つけるタイプになろう。ペンギン要素、うん、ペンギン要素あった、ペンギンのオブジェみたいなやつが入り口にありました、おしゃれペンギンみたいなのが入り口の外にあったから分かりやすそう。去年かな行きました、めっちゃ美味しかった、おしゃれなラーメン。どっちも大丈夫？やばい、どうしよう。パセリンちは冷凍庫のように寒いですよ、本当に寒いので。かまちゃんありがとう、スタンプありがとう、ありがとう。313エビフライありがとう。ねえ、こたつを買うか迷って早2年、きっと今年も買いません。去年ガラステーブル買っちゃったからさ、もう置き場所がなくって、寒いよ毎年。新一さんアイスありがとう。わかる、こたつってさ収納場所に困る、使ってる時期はいいんだけど、夏場とかどこに収納してるんですか？私んち押し入れとかないからさ、本当にないんよ収納が、びっくりするぐらいないの。一回ルームツアーに来てほしいって思うぐらいないくって、だから何でもかんでも収まりきらないから、物が増えたら困っちゃうんですよね。だから実家に送ったりしてる。大変だ。いや、布団がしまう場所ないんよ。布団をしまう場所がなくて、そう、テーブルはそう夏場も使えたりするじゃん。私の実家もそのタイプで、夏はテーブル、冬はこたつ用になるけど、もう大変、こちとら収納なしハウス。こんばんは。
ソラハガイド役できます。もうソラハさん半年以上来てないパセの家パセの家もう半年、最後に来たのはオキさんが来た時、焼肉行った時だから夏前ぐらい、夏の前ぐらいに人が来たきり、パセリンちゃんはもう散らかり放題、大変です。私もあかりんさんのツイート見てさ、掃除しなきゃなと思って朝もあの掃除頑張ったけど、なんかね物が収納する場所がないから、片付いてはいても収納ができないんですよ。もうこっちの問題じゃなくね、収納場所の問題で。ソラハさんはパセリが冷房も暖房もつけないから来なくなりました来なくなっちゃった、寒いし暑いから来なくなりました。サヤンからのタンプレほぼ結婚祝いね、思ったよね、ねいっぱい使いますね、カトラリーセットとグラス。うん、扇風機じゃ物足りないらしい、ずっとね冷房つけときたいタイプらしいから、ちょっとダメでした。まあ地球には優しいですよ、2軒分の冷房暖房を私たちが一緒にいることによって1軒分で済ませられてるっていうのはすごくエコだと思います。だけどなぜかパセリンちの電気代めっちゃ高くて、今月絶対に誰か住んでるんだけどと思って、なんかねこの前 TikTok で見て屋根裏に人が住んでるみたいなやつを見たんですよ、実際にあった話で。お風呂の天井裏に人が住んでて、で家主がいない間に生活をしてるらしく、でそれを見ちゃったからもう怖すぎて、怖いよね。まあ、原因分かってるんですけど、あのねテレビをつけっぱなしで出かけたりするの忘れて、普段テレビをつけない方だからつけてる日に忘れてつけっぱなしで出て夜に気づいてってやつが結構最近多くって、それです、原因は絶対にそれです。本当にダメ、化粧水が多い、あとはリビングもつけて、あの向こうの玄関の方もつけてみたいな、電気をつけっぱなしにしちゃう、あっちこっちつけちゃうのと、あともう一個原因を分かってて、浴室乾燥です。浴室乾燥を使い始めてから電気代が高いから原因全部自分です。ゆすりざるさんハートありがとうございます。もうそういうちっちゃい積み重ねで電気代が高かったね。浴室乾燥高いよな。困っちゃうね。他のメンバーどうなんだろう。いやでも他のメンバーより安いと思います。だって冷房暖房使わないからそれは安いと思うね。チリツモです。そうなの、気をつけなきゃ。あと冬場はねお風呂入るときにお風呂の暖房をつけてしまうっていうのを去年身につけてからちょっとやばいから。リネタン、今日リネタンあったんですけど、リネタン今日あったらカエムシのスプレー持ってたまだ一人戦ってる人いたんだけど、もう終わったかと思ったんですよカエムシブーム。そしたら LINE 来ててカエムシがいたみたいな LINE 来てて、そうまだ戦ってましたあの人、この時期になってもなお。ブンさん飛行機ありがとう。そうまだ持ってた。
おったらしいよ。いつまで戦うんやろうか。来年も再来年もずっとメムシ戦士リネタンなのかな。最近見ないけどな。リネには見えてるのかもしれません。そういうのあるじゃん、モスキートーンみたいなやつ。そんな感じで見えとんかもしれん。かずきさん10ありがとう。今日はじゃあ半まで配信しますね。半までしたら夜ご飯に戻りたいと思います。肉を食べます。手羽元。ブンさんエビフライありがとう。この寒い時期にカメムシ。白熊さんエビフライ飛行機ありがとう。ミキヤくんバラありがとう。シチューいいな、シチュー食べたい。シチューにすればよかった。じゃあ来週シチューにします。米粉で作れるかなシチュー。この前調べたけどさ、できるかなって。私そんな変わったことしたら失敗しそうだなって怖くて。上手に作れるかな。山崎さんお疲れ。バラちゃんバラありがとう。野菜だけの鍋なう。いいじゃんヘルシーで。肉は腹の肉とかだったらいくらでもあげます。美味しい肉は食べちゃう。私が美味しい肉を食べて蓄えた腹の肉を差し上げます。ブンさんラブレター。しんいちさんエビフライ。谷くん飛行機ありがとう。米粉厳しい。でもなんかやっぱ小麦粉気になっちゃうんだもん。一回アレルギー発症してから。ひき肉、腹肉、無駄肉、贅肉。パチャンパチャンパチャン。うどんいいね。うどん私まださ、名古屋の時にもらったツアーでもらった味噌煮込みうどんがあと1人前あるの。早く使わなきゃ。あ、サラサラになるのか米粉だと。難しいな。じゃあ仕方がない、小麦粉で作るかね。さっぱりには、そう、ソラハさんにあげようと思ったけど、今日はなんかもう食べるもの決めてるっぽくて、もしかすると手羽元8本煮込んだんですけども、もしかすると食べてもらえないかもしれないけど、強引に食べさせます。それから明日の朝ごはんにします。確かにちょっと入れたらいいか。そうする。米粉と片栗粉とちょっと小麦粉。小麦粉いらない？片栗粉でいいの？じゃがいも、おお、ほうほうほう。そう思ったんだよね。今日ジャケ写のサイン会沖さんとしてるから、沖さんとご飯とか行ったらどうしようって思って、そしたら私のお家に手元が大量にある。寂しいです。手羽元。ブンさん白クマありがとう。じゃあじゃがいもをたくさん入れるシチューにしよう。シチューってさ、材料意外と多くてね、お店で食べた方が安くつくよね。一人前祭り。あ、そうよ、エビスコしてるよね。え、ほんとじゃん。ええやばそうじゃん、世間は祭りなんじゃん。ほんとやん、忘れてました。お祭りか。しょぼん。では待っとく。手料理を食べさせる。
いつも食べさせてもらってるから押し付ける強引に押し付けます。いいな、出店いっぱいあるの？どんぐらいあるんだろう。歩行者天国行きたい、行きたいな、行きたいな。何食べようかな。屋台で好きなのはいちご飴食べたいな。いちご飴ってお家で作れるらしい。黄金糖ってあるじゃないですか、飴ちゃんの。あれをレンジで溶かしてかけたらいいらしい。お鍋で鍋をお鍋で飴ちゃんを溶かしてやるより小皿に黄金糖を入れてレンジでチンした方が簡単だよってやつを見ました YouTube で。いちご飴、あ、イカ焼き用意。イカ焼き食紅いるの？ねえ、なんでそんな詳しいの？プロじゃん。パルコのリンゴ飴いった、食べたよ、並んで3回目。レネさん、ペロペロキャンディーありがとう。うわ、イカ焼き食べたいな。いや、焼きそばいいね。焼きそば、焼きそばはやっぱカップとは違う。屋台の焼きそばってあるよね。食べたい。はあ、食べてです。新一さん、10ありがとう。3回も行ったわけじゃなくて、あの PR 舞台のツアーの時に差し入れで食べたことがあったよ。何の時だったっけあれは。なんだあれ、なんかのフェスの差し入れでもらいました、広島にできる前に。で、美味しくて TDC の時にはまた差し入れで自分で選んで、でこの前3回目広島で食べた。美味しかったです。ミヨンさん、ハート。モン吉さん、10ありがとう。チュー。パルコのリンゴ飴は全国各地にあるからみんなも食べやすいと思うよ。ミキヤくん、10ありがとう。リョウヘイさん、ありがとう。今日一段と可愛いね。めっちゃ今日褒めてもらえるけど、なんかさ、あるあるかもしれん。めっちゃメイクに時間かけたら失敗するんですよ。やばいやばいとかやって急いでした日とか結構うまくいくんです、前髪とかも。で、今日は目しかしてない、目と眉毛だけの日なのにめっちゃ褒められるってことは、あんまりしない方がいいせ。髪の毛も何もしてない。そう、パルコの地下にチーカーショップができたの、この前行ってきた。めっちゃ可愛かった。のりたまのチーカワがあったの、ふりかけか、あのケースのチーカワとかあって可愛かった。私ももっとチーカワにハマっとけば。チーカワ見とったけどさ、アーナほど、アーナとオキさんほどずっと追ってたわけじゃないから、なんかそんなミーハーな自分が買ってもいいのかなとか思って何も買えなかったんですけど、めっちゃ可愛かったです、グッズが。可愛すぎた、また行きたい。超可愛いのがあったんですよ、行かなきゃいけん。あとね、行ってみたいとこがあって、銀座のサンリオショップに行きたいです。銀座のサンリオショップは2階があるらしくて、1階と2階があるらしくて、めっちゃ行ってみたい。お時間ですか？本当だ、お時間だ。では皆さん、お時間になりましたので、この辺で今日は終わりにします。ありがとうございました、今日も付き合ってくれて。お疲れ様、ありがとう。よいしょ。昨日の夜からね、タワーのお礼を書いておりまして、今ね20人ぐらい書き終わったので、あと3分の2ぐらいかな、
書き終わったらまたショールームで読みたいと思います。だからお待ちください。お疲れ様、ありがとう。カニ味噌さん10ありがとう。あ、アンパンマンの予約もちゃんと忘れずにあります。広島駅のフィロ行ったの？あら、私は違う方のフィロ行っちゃった。2号店行っちゃいました。2号店フィロ行ったよ。リンゴくらい貯めてもいい？え？本当？どんくらい？最長どれくらい待ち時間だったんだろう。じゃあ貯めようかな、伝統を引き継ごうかな。チェキカヤもリンゴの伝統を引き継いで私は押しまくりだから、卒業していくメンバーの伝統を全部引き継いでいこうかな。ありがとうございました。それでは壇上を読んでいきます。いきます。13位スプマンテさん、12位カメさん、11位クワドリさん、10位ミツさん、9位シュンさん、8位陣内さん、7位ブンさん、6位しんいちさん、5位しんちゃんさん、4位よしひろさん、3位山崎さん、2位かずのしんさん、1位やすべえさん、ありがとうございます。ありがとうを見てくれて。それではこの辺で、また明日ドゥームズデーとメールには登場いたします。バイバーイ。今日もありがとう。